バーリンとは、モンゴル高原に居住する、モンゴル系遊牧集団の一つ。モンゴル騎では、トモエアとなり、ウシ,シでは、と記される。バーリン、バリンとも、ボルテツノからボドンチャルまでの初期モンゴル部族の系図。モンゴル騎の伝える伝承によると、モンゴル部の中心士族たるボルジギン氏の子孫、ボドンチャルは征服した、ウリャン外部の女性に産ませた子供を、バーリダイと名付け、 バーリダインの子孫からバーリン氏が生じたという。バーリン氏はモンゴル部において採取を務める特殊な地位にあったようで、モンゴル氏は次のような興味深いチンギスカンの発言を伝えている。モンゴルの国政ではノヤンの職務のうちにはべきとなる習わしがあった。バーリンは我がモンゴルの族の長兄の光栄であった。ベキタル職務には我らのうちの長城から、 なるならわしであったから、べきには、薄毛文芸によ、今日がなれ。べきの位に登らせて、白き衣装をまとい、白き馬に乗り、神座に座らせて、祭りを取り行い、さらにまた年月の吉凶を選びはかりてこそ、しかあるべけれ。チンギスカン、モンゴル筆、第216節バーリンが、長兄の光栄であったというのは、 バーリン氏がボドンチャルの調子から生じた氏族であるということを指しており、また、白き衣装をまとい、白き馬に乗りという箇所は、バーリンの人間が務めるべきという役職が祭祀を取り行う地位にあったことを示唆する。また、修士は、チンギスカンのべきについて以下のように記述している。チンギスカンは、バーリン族の一人の男を、馬や他の動物を、恩言とするように、 恩言としたと言われる。すなわち、誰も彼に対しては権利を主張できなくなり、彼は全く自由の身となって、ダルハンとなる。この男の名を、ベキと言った。カンノーオルドでは、彼は巫女たちと、同じく神座を占めて、チンギスカンの右手に座し、彼の馬は、カンノウマと一緒につながれた。ラシードッティーン、修士、バーリン部族史この記述は、ベキが恩言をシャーマンとして、 身に宿すことによって人間的束縛から離れた身分となることを指しており、実際にモンゴル氏にはコルチウスミエブゲンが信託を受けてテムジンに管理即位するよう進めたという逸話を伝えている。以上のような宗教的権威をもって、バーリン氏はモンゴル帝国成立以前におけるモンゴル部内の長老的地位にあったものと見られている。あとにモンゴル部では、 キアトシ、タイチュウトシという二大勢力が台頭してきたものの、依然として、バーリン氏は、特権的地位を保ち続け、チンギスカンの登場と、モンゴル帝国の成立を迎えている。12世紀末、モンゴル部において、キアトシの超テム人が台頭すると、バーリンからはコルチウスニエブゲン、ココチュス、ナヤーといった人物がテムジンに仕え、モンゴル帝国建国の更進となった。 特に、コルチウスギエブゲンは前述したように被災者たるべきとしてチンギスカンに仕え、モンゴル部の祭祀、牧戦において重要な役割を果たした。モンゴル皮士は、モンゴル部内にてテムジンとジャムカの主導権争いが激化する中で、コルチウスギエブゲンは、テムジンとジャムカのどちらがモンゴルの艦となるべきか占い。 テムジンを管理するようにとの信託を受けたためテムジンの下にやってきたという逸話を伝えている。1206年にモンゴル帝国が建国されるとテムジン改め、チンギスカンは後進を先人隊長に任じたが、コルチウスミエブゲンは、バーリン氏からなる銃の先人隊を率いていたため、万人隊長とも呼ばれた。銃の先人隊という数は、当時のモンゴル帝国において、 最大規模の集団であり、同じく万人隊長と称されたムカリ直属のジャライル千人隊は3つしかなく、バーリン万人隊に次ぐのは、コンギラとの五千人隊を率いるアルジノヤンがいるだけで、あった。チンギスカンの死後その医療が分割されると、バーリンの大部分はバシシトゥルイが相続し、イゴバーリンの有力者は主にトゥルイ家に使えるようになる。特に最初、フレグに使え、後に、 クビライに使えるようになったバイアンは、南宋征服の総司令官を務め、大元ウルスの最高幹部にまで上り詰めたことで、著名となった。大元ウルスの崩壊後、バーリンがどのような変遷をたどったかは不明であるが、16世紀に入ると内春派五部の一つとして、バーリン部が史料上に登場するようになる。内春派部は、ダヤンハーンによって、ムツオアルチュボラトに分布され、 イゴバーリン部は、アルチュボラとの子孫によって統治されるようになった。17世紀、清朝が台頭すると、バーリン部はその参加に入り、バーリン右、左端として知られた。バーリン右、左端という行政区画は、新朝の崩壊、満州国の成立、国境内戦という動乱を経たが、21世紀の中華人民共和国においてもレッドパイクし、バーリン右、右端、 左端として存続している。村上1970、38から39ページ、訳分は、村上1976、26ページより、引用村上1976、26から27ページ、下2013、707ページ訳分は、村上1993、250ページより、引用村上1993、 250から251ページ、村上1993,151から156ページ、村上1970,242から244ページ、村上1970,240から241ページ、村上1972,15ページ。ありがとうございます。